システム的に全然違うわけです。それを一切取っ払ったのは日本語だから、やっぱり英語圏の人間から見ると日本語ってのはすごく中途半端な感じがするよ。こんにちは。ということで私です。はい、ということでね、さあ淳くん、今日もね行ってみようか。はい、はい、どうぞ。お願いします。はいはい、今日はですね、はいはい、なるほど。まあね、朝をで日本語を学習している方々は英語圏の人が多いからね。そうだから必然的に英語圏の方々が日本語を勉強する際にどういうふうに頭の中でプロセスしてるのかっていうのは結構大事なポイントかもね。それをちょっと、まあ、感じてあげる、察してあげる、うん、理解してあげるっていうのは、うん、教師サイドにとっても結構アドバンテージになるかもしれないね。まあもう当然のことながら日本語と英語は全然違うからね。全く違うから。だからもう上げたら消えないよ、違うところはね。でもそうね、まあ最初にちょっと気にかけてあげてほしいのは、日本語はねスペーシングがない。英語っていうのはいつも言うけども、とってもロジカルな言語で、文法、まあ、イコールロジックだよね。でそれを中心に文章を構成して接続詞で間をつないで、で名詞に関しては、まあ、モディフィケーションで、していくとっていう言語なんだけど、英語ねスペーシングがあるんだよ。例えば I でスペースがあって eat、 スペースがあってチョコレートでフルストップくるね。でもね日本語にはスペーシングがないんだよ。だから英語圏の人間にとって日本語をパッて見た時どこで切るのかってのは分からないもんね。うん、じゃあ日本語は逆にどうしてるのかって言ったら、スペーシングを使わない代わりにひらがなとカタカナと漢字を織り交ぜることによって濃淡出してるわけで、一番のキーは助詞なのね。で助詞を間に挟むことによってここで切るんですよっていうのを、まあ、示唆するわけ。でもこれはとっても難しい、感覚的にまず理解するとかね。そうだから日本語を教える際に、例えば文何でもいい、シンプルな日本語を書いてあげてちょっとスラッシュ入れたりとかね、ここできるんですよ。例えば私スラッシュはトピックマーカースラッシュ、チョコレート名詞ね、スラッシュをオブジェクトマーカースラッシュ食べます、そしてフルストップから、そうするとあここで切れるんだな。まあ単純な話ね、うん、それはいかにその文章が複雑になったとしてもやってあげると分かりやすいと思う。そうで、もう以前から言ってるけど、日本語においては各助詞っていうのは、意味が2つ3つ4つその時々によって変化するから、その確認作業ってとても大事だよね。もちろん英語に当然のように存在する、主語、それが日本語は基本的にない。そして英語に存在する、まあ、数えるってコンセプトだよね。そう、主語は単数か複数か、それを反映するのが動詞だよね。で当然名詞も加算名詞不加算名詞で単数複数ってあるよね。でそして漢詞も存在する。でシステム的に全然違うわけです。それを一切取っ払ったのが日本語だから、やっぱり英語圏の人間から見ると日本語ってのはすごく中途半端な感じがするよ。そう印象的にね。で一つ英語圏の人間が日本語を学習する際にみんながつまずくポイントの一つは、モディフィケーションね。英語っていうのは、例えば、I have a car that is red。要するに、就職がね、名詞の後に来るわけ。ね。でも、日本語は逆なの。就職部分が名詞の前に来るわけ。そう。だから、例えば、なんだろうな。これは、2年前に、父からもらった時計です。って日本語言うわけ。でもこの文のメインボディは、これは時計ですね。2年前に父からもらった。これがモディフィケーションなんだけど、これは名詞の前に来るわけ。これ英語は、後ろに来るから。This is the watch that I got from my father 2 years ago. っていうモディフィケーション後に来る。を意識してあげると、彼らにとってすごく大きな助けになると思う。うん、で、
長い文だとしても、はい、メインのサブジェクトはこれで、メインのバーはこれですよ、ここがメインボディですよ、あとはモディフィケーションですよ、例えばタイムエクスプレッションとか場所とか、単純なる就職のモディフィケーションの部分ですよっていうのをはっきり見せてあげると、あーってなりやすい。そう、あとはね、まあ文化的背景も大きいだろうね。要するに俗に言うそのオーバートとコバートタイプのカンバセーションっていうね、要するにオーバートっていうのは言いたいことをそのまま言葉にはっきりと表現する、コバートっていうのはそれを暗示するだけなんだよね。で、このプロポーションはどうなのかって話があるわけ。日本語っていうのは基本的にあまりオバートではない。そう、どうせコバートの言語だね。うん、例えば英語圏っていうのは、まあ、システム的にも文化的背景的にも、よりオバートになってくるわけ。要するにはっきり言い切るっていう、そのスタイルの違いもはっきりあるから、日本人だったらこういう言い方するよっていうのも教えてあげないと、なんでそんな言い方するんだろうなってみんな思うと思うね。日本語学習者は。まあ俗に言う、まあ、ハイコンテキストとかローコンテキストって言い方もするけど、まあよりはっきり物事を言葉として表現しきる文化と、そうじゃない文化ってあるから、その辺は日本語で大きく違うからね。だから、こういう風に言いたいんだけど、日本人だったらこう言うよと。明日空いてます？どうですかね。これは空いてない。そう。明日のスケジュールどうですか？難しいですか？これもね。そう。まず、この発想っていうか、この言い回し自体が日本人っぽいから。日本語を上達するためには、そういう言い方も学ばなきゃいけないね。まあ、簡単に言うとそういうところもあるんじゃない？感じかな。よく言う大丈夫とかもそうですか？あ、そう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 。まあ、大丈夫に似通った表現は英語にもあるけどね。そう。まあ、抽象的な表現ね。そう。例えば、コーヒー飲む？って英語で聞いて、もう、alright。多分これはいらないんだよね。でも、すごく抽象的よ。パーティー来る？ Yeah, why not?多分これは来るんだろうね。そう。まあそういう人の抽象的な表現もあるさ。日本語にも英語にもね。もう全体として日本語の方が相手に感じ取ってもらいたいっていう言語だから、そういう言い方を学んだ方がより日本語がナチュラルに聞こえるよね。っていうのはあるんじゃない？そうそうそう。そう。あとなんかな、第一文節、第二文節に分けて一文構成するときに英語はよくひっくり返せない。日本語は繰り返さない。日本語はいつだって、メインの動詞は文末に来るし、そこで時制とかコントロールするから、ひっくり返せないです。その辺も、まあ、英語圏の人間はひっくり返せるっていうところから、日本語を学びに来てるから、その辺も意識させてあげないといけないかもしれない。発音についてはどうですか？発音か。まあ、俗に言うピッチアクセントっていうね、日本語はね。英語っていうのは各単語に必ずストレスがあるわけ。ここプッシュしてください。ね、例えば日本語でアドバンテージってあるじゃん。で、英語はアドバンテージ、ね、アドバンテージなわけ。必ずストレスがあるわけ。ね、でも日本語はアドバンテージ。私の弟は日本人です。あまりストレスを感じないよね。だからそういう、こんにちは、ね、でも英語圏の人がどうしてもストレスを入れたいから癖で ねこんにちはって言いたくなってて、こんにちはって言いたくなるんでね。でもそこをちょっと抑えさせてあげるとより日本語っぽく聞こえるよっていう風に、まあでもそれは日本語学習するそのプロセスの中で自然に気づき始めた、ね。でも発音は日本語を勉強している人も英語を勉強している人も優先事項からちょっと外れてくるかな。やっぱり文法でしょ、そして語彙力でしょ。これを正しく理解していればとりあえずは、まあね、一番もう生産的な行動っていうのは、まあ、発音も勉強しながら動詞も覚えていくことなんだけど、まあね、あまりそれにとらわれすぎちゃうと言葉の勉強嫌になっちゃったりするからね。
かな、うん、大丈夫？はい、はい、わかりました。じゃあそんな感じで、ありがとうございました。